くれじゃないかと思うんだけど。うん。結構石がちょっと上がってるやつ。うんうん。石その下のところ。うん。あそこら辺からバーッと映してる向こう側を三六線の上に向かって映してたんじゃないかと。あ吹き出したのはメインのためだよね。うん。だけど、朝の4時とかでよかったよね。うん。4時とともにね。まあ誰も走ってないことはないんやろうけど、あんな日中に吹き出されたら絶対に吹き上がって死人は出てると思う。車がな、道路の真ん中っぽかったの。そうそうそう、あんなに水が分かんない。そしたら2階の屋根の上以上上やったよね、あの水。そう、どっちにしても何か知らんと走っとったら気づいた時にびっくりとどうするってパニックなんで。あんなのあれやろ、あのタイミングっていうか鬼みたいなのじゃん。だよな。まあ劣化してんやろけど、大抵冬に繰り返してて、なんでなんでも、うん、やこれかけんねんで、うんうん、もうかけてくれてると思うよ。茶色色かかってないよ、卵やそれ。そう、うん、小麦粉を混ぜるようにしてね、上からかけても流れちゃうから。
かりなかった。その前どこで飲んだ？いつもタンスの上で飲んで、タンスの上に戻すから必ずタンスの上にある。いつも亡くなった、亡くなったことは一度たりともなかったんだけど、タンスの上に、まあ、置いたつもりな。そう、当然、もう癖がついてるから、まあ、なんか出かけるからとか、なんか持ったとか、そんなことはない。え、要するにここに降りてくる前に飲んだだけやから。なんか記憶違いをしてて、上着のポケットに入ったままかなと思ったけど、それもないし、あの入れ物な、四角い、あの入れ物、うん、あ、そうやろ、あの感じ方がな、あ、熱く感じるねんな、なんか。
なんか涼しくなったな。秋って感じの虫がないかもしれない。Thank you.